のですか？トルネラなんかと一緒に？侵入者発見！痛みに耐えよ。今楽にしてやろう。わらわに逆らう者よ。そなたらの命運はここで尽きた。誰も傷つかなければいいのですが。わらわに痛みに耐えよ。消滅せよ。わらわに逆らう者よ。そなたらの命運はここで尽きた。呪術？そうか。何時もわらわが呪術で人を操っていると信じておるのか。戦闘のことなら心配いらぬ。我が貴殿を守ってやろうぞ。
この先は危険だ。警戒を強めろ。侵入者発見。わらわに痛みに耐えよ。今楽にしてやろう。虚空に踏み入ろうとする者に等しく死を与えん。誰も傷つかなければいいのですが。わらわに痛みに耐え、今楽にしてやろう。わらわに逆らう者よ、そなたらの命運はここで尽きた。誰も傷つかなければいいのですが。わらわに痛みに耐えよ。一族の名のもとに。苦しいか。今楽にしてやろう。わらわに逆らう者よ、そなたらの命運はここで尽きた。またお前か。アネモネをいじめに来たのか。落とし物、これアネモネの。ありがとう。アネモネは聖教会の代行者、異端者の排除がアネモネの任務。この塔も近畿の異端者が建てたらしくて、その異端者は封印されたんだ。でも異端者が残した近畿の魔法は失われていない。だから太刀の悪い奴が、あいつは近畿の魔法に手を出そうとするとても危険な存在。牧師様の言う通りだった。塔で近畿の異端者、次は絶対に排除してやるんだから。お前、あいつらとは違うみたいだ。魔法、財宝が目当てでもない。何してるの？は？何それ？変なやつ。とにかく、アネモネはあいつらとは関わらない方がいいと思う。危険すぎるよ。アネモネも自分の任務を終わらせないと。バイバイ。いいだろう。侵入者発見。わらわに痛みに耐えよ。今楽にして。
してやろう。物語の前に、あるものは倒されましたか？侵入者発見！わらわに傷つけ、痛みに耐えよう。楽にしてやろう。わらわに逆らうのよ。そなたらの命運はここで尽きた。侵入者発見！わらわに痛みに耐えよう。今楽にしてやろう。新たな侵入者か？また会ったね。何を探してるんだ？スネグーラチカの守護者スバンフィートは厳格で最も誠実な信徒だよ。にゃー、そんなのスバンフィートに聞いたらボコボコにされるのがオチだと思うけど、ここはスネグーラチカの間、時の塔とスネグーラチカの境界、自称の地平線の臨界点だ。門の向こう側に乱れた流れを感じるにゃー。宿命の扉を開くんだ。
Thank you.
この命はすでに我が祖国へと。はっ！呪術？そうか。何時もわらわが呪術で人を操っていると信じておるのか。Thank you.
しい短歌でしょう。あなたもそう思いますか？